はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おとまとです。いかがお過ごしですか？私は元気です。ね、自分で言って自分で笑ってるからね、もう本当なんでしょうねこれ。はい、ということでですね、今日は、ユニクロ誕生感謝祭で私が購入した3点の3点目、パデットパーカーですね、ユニクロ U のパデットパーカーの着回しコーデをしていきたいと思います。私はですね、ちょっとね、皆さんがこうマジョリティの方々がジルサンダーに行ってる傍らで、ちょっと全然違うものをね購入しておりますので、ちょっとねあれっていう感じかもしれませんけれども、でもですね、私このユニクロ U のパデットパーカーもうすでに大人気でお持ちな方もたくさんいらっしゃると思いますし、今回ですね約半額くらいのお値段になって展示されておりますので、これはですね本当に買いだなと思って買ったんですね。ですので、まあもしねお持ちの方、これからまだ購入を検討されている方、店舗にまだ残ってるかしらっていうね、心配で考えてらっしゃる方にちょっと見ていただいて、よくね着こなしとかそういう丈感とかサイズ感とかね、私たちの年齢にもう大丈夫かどうか見ていただいて、判断していただければと思いますので、はい、ではですね、早速なんですけれども着回しを行ってみましょう。はい、まずはですね、ザラのハイネックスウェットシャツ、その下にですねベースメントオンラインのですねレイヤード用のシャツですね、それを重ねています。レイヤードでね白いシャツをね下に覗かせてるスタイルです。まあ、いわゆるカジュアルスタイルですね。下は黒の、スリムのジーンズを履いてますね。はい、でパデットパーカーなんですけれどもね、丈感とか生地感、見ていただきたいと思います。ボリューム感とかね、ちょっとボリュームもあって可愛いですよね。全体的には短めです。前がねちょっと襟を抜いてこういう風に着てみると、前が短くて後ろが長いみたいにね、ちょっと襟抜いて着てますね。ちょっと今年らしくっていうかね、カジュアルの時はちょっとそういうことを意識して着た方がまあこなれ感があるかななんて思ってます。はい、続きましてはですね、パンツだけ変えました。ライトコージロイストレートパンツ GU のものですね。これ足長に見えて私好きなんですね。今ウエスト見せてないんですけれども、ウエスト見せるとね、足長効果抜群ですね。まあ、ちょっと最初とそれから2つ目のこのコーデはね、ハイネックシャツ着て、そしてカジュアルコーデですね。まあ大人でもこの程度のね、カジュアルだったらば、まあそんなに違和感ないのかなというふうに思いますね。まあいい感じやろって感じでね、いい感じやろ、ええみたいなね。まあちょっと強制的ですけれどもね。はい、そしてですね、次はですね、ハイネックセーターですね、ハイネックニットセーター、ザラの、このパープルね、着回しコーデの動画も出しておりますけれども、そしてライトコージロイと合わせました。まあ紫ね、こういうふうに使う人なかなかいないかもしれませんけれども、この薄いイエローみたいなね色のパデットパーカーですから、紫ともね、こういうふうにちょっと目立ちますけれどもね、いい感じだと思いますね。でパデットパーカーね、左見ていただいて、閉じた感じね、はい、こんな感じですね。ボタンとファスナーがあって、ボタンがあって、そしてポケットにもボタンがあるんですね。すごくね、凝ってます。そしてファスナーの上の襟のところにもボタンっていうか、ホックですね、ごめんなさい、ホックがありますね。そしてパーカーにも紐がついてます。はい、こんな感じですね。すごくね可愛くないですか。短めで可愛いって感じなんですね。でウエストにですね、ストリング紐が入っておりまして、絞ることができますね。右側がちょっと絞った感じね、左側は絞ってない感じ、ちょっと違いますよね。まあお好みで絞ってもいいかなと思いますけれども、私はね、まあ、絞るよりかそのまま着たプクッとしたの可愛いかな。時々ちょっとあんまりデブに見えないようにちょっとね絞ってもいいのかなとも思ったりもしますね。可愛い。
続きましてはですね、ザラの、あのボーダーセーター、ちょっと薄めのものなんですけど、 T シャツ重ねてます。でライトコーデュロイストレートパンツの白ですね。でリュックサック、これはですねルートートでも数年使ってますけれども、楽天ルームに載せてますので、これめっちゃ軽くてね、あのすごく便利なんですよ。もうこれ何年も前ですけれども、一応ありましたので、にあの、楽天に入れてますね。でパデットコートとかね、とのこのコーディネートとしてもね、はい、ちょっと100、360度見ていただきましたけれども、リュックもね、あのまあいい感じですよね、あの合ってますね。でもこれちょっと何年か前のですからね、少しくたびれてますけれども、可愛いね、ボーダーとのコーディネートです。はい、続きましてはね、イネスのピーコートの時にも、ちょっと登場しました鮮やかなですねセーターです。これ薄めのセーターなんですよね。だからちょっと店内入った時に暑いななんていう時は、こういう薄めのですね、あのウールではないニットを着て、パデットコートがすごいあったかいですので、それで全然暖かいんじゃないかなと思います。そして、ミニショルダーとそれからトートバッグは、これを楽天ルームに入れてありますね。ちょっと最近ね紫凝ってますね私ね。はい、そしてですね、今度は色が濃いもの、黒のタートルと、それからユニクロさんのワイドパンツですね。でそしてあのバッグはコカさんのものですね、楽天ルームに載せてあります。まあ、こういったねちょっといいねそのピーコートを着てもいい感じですけれども、パデットコートも似通った色でしたので、こうしっくりいきますね。ちょっと大人カジュアルっていう感じになります。でブーツもね、あの 先ほどのスニーカーからブーツに変えてね、少し大人っぽい感じ。締めるとこんな感じですね。割とねあの短めですから、ウェブさんにも、合うんじゃないかな。私ウェブなんですけどね。はい、出ました。今回買いました、500円で買いましたプリーツスカートですね。はい、綺麗ですね。ザラのねもうすごいスマートに見えるブーツと合わせておりますね。きれいめコートです。あのオペークドットクリップのねこのしっかりしたバッグなんですけれどもね、これ楽天に入れてます。それからねこのネックレスなんですけど、いくつかね私ねクリームドットさんのお買い得なねネックレス入れてます。これね Y 字なんですけれどもね、こうやってね動かすと Y 字の位置を変えられるんです。これも1000円ちょっとですので、1500円ぐらいだったかな、ちょっと楽天ルームに載せてますので、ぜひご覧ください。高見えのね、アクセサリーですのでね、あの値段以上です。お値段以上、ニトリじゃないですけどね、そんな感じですよ。はい、そしてですね、はい、リングです。リングもね、これ楽天ルームに載せてます。クリームドットさんのですね、これも1000円ちょっとぐらいのね。15号を私ね、あのしてます。中指と人差し指と両方できる感じですね。あと17号があったと思います。はい、続きまして冬のマリンって感じですね。ワイドクロップドパンツ4398円ね。これは、ハッシュアッシュさんです。楽天ルームに載せてます。これいいですね。こういうふうにね、あの冬に明るい色を着るってね、なんかね洗練された感じで私は好きなんですよね。あのザラのね、白のブーツ、これパデットパーカーもちゃんとこういうねスタイルでもいい感じですよね。なんかねほんと爽やかって感じ。はい、いかがでしたか。私はですね、イネスのコージュロイピーコート同じようなですねベージュ系の色を、買っております。前回の動画でもね着回し、コーデをやりました。ですからあのイネスの時のコーディネートをそのままですね、今回のイエローのパデットパーカーに採用して、きれいめで着ていただいても全然いいと思いますし、まあ、そこで見せました、コーデ以外のねちょっと違うコーデ、少しカジュアル寄りなコーデからきれいめからっていうのをですね、パデットパーカーでもご紹介してみました。もし少しでも参考になれば嬉しいです。あのとにかくねこのパデットパーカーねすごいいいと思いますね。寒くなるこのねこれからはすごく活躍すると思いますので、逆にあれがあったかいので、あのなんていうんですかね、中が割と軽めのものでね、いいんじゃないかなっていう気がしますので、あのお店なんか入ったら暑いですもんね、暖房が効いてね。まあコロナもあるので、まあちょっと外出がねあの危ぶまれる感じもあるんですけれども、まあでもね寒い時期は暖かい格好
ね、して風邪ひかないように対策したいもんですから、パデットパーカーとてもいいと思います。私のチャンネルではこのように、女性のですね、洋服のコーディネートを中心に、情報をお届けしております。もし気に入っていただけましたらば、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価ボタンポチもお願いいたします。そしてですね、YouTube 以外の、コーディネートとか、それからこれ買ってよかったっていうね、情報なんかを、インスタグラムでね、割とタイムリーに、アップしておりますので、インスタグラムおトマトさんも、引き続き、フォローしていただければと思います。またですね、グルメアカウントはおトマトです。美味しいもの見たい時にはそちらをどうぞ。やっとですね、インスタグラムのグルメの方もやっとですね、3年目にしてやっと5000人もフォロワー数やっと超えましたので、本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。そしてですね、スタンド FM、 これは私のですね、ただの普段のつぶやきですので、お暇な時にということでね、気軽に聞いていただければと思います。そしてツイッターはですね、私がインスタグラムに写真を上げたり、いろいろ、YouTube を上げたりした時に通知を出すようにしておりますので、もし通知が欲しいという方は YouTube のベルボタン以外にですね、インスタグラムも欲しいという方はツイッターでフォローしていただければと思います。はい、では今日の動画はこれで終わりです。またね、ユニクロ誕生日おめでとうございます。また私言っちゃうかもしれないけれども、皆さんもいいものをねゲットできればいいですね。はい、それではまたの動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ、またね。